こんにちは、Gです。今回は MX Linux のお話。ラズパイ版が2月の終わりにベータ版からファイナル版になりました。果たして常用できるディストロなんでしょうか。画面のサイトに情報があります。ダウンロードの URL はこちらです。パッチファイルが一緒にあるんですが、ファイナルなのにパッチ？ MX はローリングリリースに近いので、アップデートで保管できると思うんで、パッチは無視して画面のファイルだけをダウンロードします。エッチャーで SD に焼きます。サイズは大きくないので時間もかかりません。初期値ではユーザー名 Pi、 パスワードはラズベリーです。ラズベリーとタイプしてログインします。すぐにアップデーターで更新ファイルがあると表示されますので、アップデートを行って、アップデート後は必ずリスタートしてください。日本語対応などは後からやりますが、とりあえずは画面が小さく表示されているので、オーバースキャンを無効化します。ドックからラズベリーパイコンフィグを起動して、ディスプレイタブでオーバースキャンを無効に、イエスをクリックして再起動で有効化します。 MX の際立った特徴はフラックスボックスとコンキーですね。フラックスボックスはアクセスが容易なウィンドウマネージャーです。どこからでもポップアップメニューでファイルやサービスにアクセスできます。でもカスタマイズが簡単ではないので、本当に簡単便利かといえば用途によるんじゃないでしょうか。 MX のウィンドウマネージャーではデスクトップにファイルやエイリアス、ショートカットを作成できません。それを可能にするためのアンチ X という環境もあるんですけど、左下の MX アイコンがランチャーです。右クリックと左クリックでそれぞれ別のウィンドウが表示されます。画面左にはドックがあるんですが、あまり使い勝手はよくありません。画面下のツールバーはティント2というんですが、ワークスペースやパネルの切り替えを行います。ツールバーは MX アイコン右隣のアイコンで設定変更できます。右下のアプレットは他のディストロとよく似ています。 MX Linux 以外の環境に慣れてる人は MX を便利に使いこなすのに多少時間がかかるでしょうね。20年前なら斬新だったけど、スマホやタブレットの操作に慣れた人が主流の今、インターフェースの思想に古さを感じます。まあ個人の感想ですけど、コンキーも20年以上前からある有名ソフトです。 X ウィンドウに直接各種情報を描画するんですが、テキストで設定ファイルを用意します。ほとんどの Linux で動作でき、ラズパイ OS でも動作します。軽くてデスクトップにいろんな情報が常時表示されるので、一時はブームにもなりました。しかし変更が容易なので、デザインとかに凝り出すとキリがない時間消費ソフトでもあります。最近ではあまり見かけなくなって忘れかけてたんですが、MX には大量に設定ファイルがあって簡単に切り替えできるようになっています。日本語化すると文字化けするものもありますが、設定ファイルでお好みに変更できます。コンキーで検索すると大量に資料がありますので、自助努力でどうぞ。今の状態は英語 OS のままなので、まずは日本語化の準備です。ドックからラズベリーパイコンフィグを起動して、ローカリゼーションタブで日本語化の設定をします。ロケールは JA Japanese UTF-8 を選択。
タイムゾーンはアジア、東京。キーボードはジェネリック105のままでいいんですが、レイアウトはジャパニーズを選択。Wi-Fi カントリーは JA ジャパンを指定します。続いてターミナルでデスクトップを日本語化するソフトを入れます。これを入れてないので、ロケールを日本語化した時点でデスクトップは文字化けしてますね。画面のようにタイプ。次に最小限の日本語フォントを入れます。ターミナルを起動して画面のようにタイプ。日本語入力ソフトも入れましょう。いつものモズクをインストール。一度リスタートします。デスクトップの文字化け直りましたね。ついでにオーバークロックもやっておきましょう。画面のようにタイプして、文末に画面の6行を追記。さらにネオフェッチも入れましょう。そうそう、ペールムーンという Firefox ベースのブラウザーが標準搭載されています。このブラウザーでは主要な機能拡張が使えないので利用は却下。代わりに Chromium と Firefox をインストールします。画面のコマンドを1行ずつ実行してインストール。最後は画面のようにオフィスを日本語化します。必要なものは入れ終わりましたので、sudo リブートで再起動。これで日本語も含めて使える状態になっています。では動作を確認しましょう。いつものように動画再生から。音が出ない。これはマイクアイコンの右クリックでオープンミキサーを開いてコンフィギュレーションタブでアナログをオフにすれば解決します。コンフィギュレーションタブは矢印ボタンを押さないと表示されませんのでご注意を。サウンド設定はアプリごとにかつデバイスを変更するごとにオープンミキサーの設定が必要と、とびきり面倒な仕様になっています。ただし、Firefox ではサウンドに不具合があって、音量調節が正しく動作しないのと、YouTube のみ音が出ません。調べてみると、PC 版の MX でも同じトラブルが多数報告されていますので、そのうち修正されるでしょう。Chromium ではちゃんと音が出ます。ドックメーカーは正しく動作しません。編集すると他のアイコンが消えるなどトラブルがあるだけでなく挙動も不自然。しばらくすると勝手に元の状態に戻ってしまう謎の仕様です。プランクに比べると使いにくい。ドックが不便だとせっかくのフラックスボックスの魅力が半減しますね。 MX テイクアプリはあるけど機能しない。ウィンドウしかない。これはこれで新鮮で清々しい。 Wi-Fi は機能しますがネットワークマネージャーは正しくインストールされていません。 VPN は全滅です。ヘッドセットで試した範囲では Bluetooth は正しく動作します。ファイナル版なんですが本当かな。遅いわけではありませんが GUI でできることが限られているので少し重く感じます。 MX の世界観がいいという人には待望のラズパイ版なんですがまだお試しフェーズじゃないでしょうか。
しかし MX というメジャーなディストロがラズパイで動作できるようになったこと自体素晴らしい。ちょっと辛口の話をしたんですが、それだけ期待してるんです。皆さんにおすすめできるかと言われると、今は明言はできないですね。ご覧いただきありがとうございました。ステイホーム以前から映画をよく見ます。でも劇中にコンピューターが出てくるシーンが嫌いでね。どこからでもどんなコンピューターにもリモートアクセスできてスパコン並みに早い。でもダウンロードだけは危機一髪になるほど遅い。ありえねえの連続ですから。そんなのを見つけて文句言うのがありえないって。ではまた次回。